公開処刑宣言じゃん。二宮和成ら中丸雄一への四国ペナルティ通告。二一部反撃度。三人が叩かれる理由がわからない。とたしなめる声も。嵐の二宮和也、四十一。カトゥーンの中丸雄一。四十一。へせい、ジャンプの山田涼介、三十一。タイムルズツの菊池風馬、二十九。 による YouTube チャンネル、ヨニのチャンネル。9月8日にアップされた動画では、ブ春シュオンラインが報じた女子大生とのアパホテル密会によって、現在近親中の中丸について、残りメンバーが復帰を見据えた、提案をした。写真あり、ブラホック外しへの情熱を語っていた中丸動画で、二宮が、どうしよっかな、中丸祐一。 と切り出し、俺、結構真面目に考えて、これかなっていうのが生まれたんだけど、遅刻1回につき1ヶ月動画出演停止、1年間で半年停止処分をくらったら引退、と遅刻癖のある中丸へのペナルティーを提案したのだ。二宮は、俺らの最大の問題点はそこだったと気づいて、彼が謹慎になった時に改めて、 我々にもたらす最大のデメリットは何だろうと考えた時に、遅刻だダブルコート。ってなり、まず彼を直さなくてはいけないなってなって、と発案のいきさつを説明。菊池も、僕と山田くんずっと言ってますよね。それ、と賛同し、3ヶ月でいいんじゃないですか ?4 回目やったらもうアウト、と厳しく反応。重い処分に山田も、 それぐらいしないと治んないっすよ、人は、と同調した。二宮は、ほんと真剣な話、遅刻癖は、病気だと思うんだよね、と、治らない中丸の遅刻癖を心配している様子。山田は、遅刻してるんだったら、ボサボサでノーメイクで来るんだったら、まだ100歩譲ってね、と、遅刻してもメイクをしてくる中丸に不満があるようで、 菊池も、なんでお前ちょっとよく移ろうとしてるんだって、笑。腹立ってきて、だんだん、と同調。山田は、本来もうこんな状況は一回でもアウトっすよ、と切り捨てた。これまでの中丸の遅刻に対してはたまりにたまったものがあるようで、正直な思いをとろした四人の三人、ダブルコート。今後の遅刻、 に対して厳しい態度を見せてはいるとはいえ、3人が再度中丸を受け入れるスタンスだったことに安堵したファンも多かった。しかし、一部の中丸ファンはこの動画に納得いかなかったようだ。中丸がいない場所で、中丸の遅刻癖をいじったことに対して、X では公開処刑、かわいそう、と指摘し、ヨニノのメンバーに怒るファンが現れた。 中丸がかわいそうっていうか、みんないじりが悪化してただの悪口大会になってる。ええー、これややる対応かな公開処刑宣言じゃん。近親中ネットでの誹謗中傷の上に、お前の遅刻は病気だよあと4回やったら首なって、仲間に動画アップされるんだよ。あと何回で中丸引退みたいなテロップでんのそれって楽しい。 ある意味げせわで楽しいかもしれんけど、動画を面白く登録者数を増やしたいだけの道具にされている気がしますようにのチャンネルみたいなのにはもう戻ってほしくないです。はっきり言ってあの三人の顔を見たくないです。私はそれくらい今回は怒っています。本当にあの動画を流して中丸くんがかわいそうで仕方ないです。 一方で、動画内では不祥事発覚後の中丸からの連絡に対し、メンバーみんなが、まずは家族のケア、を優先するように伝えたといい、山田は仲間である以上、考えないとなと思いますよね、といい、二宮もそうなんだよね、と同意。また、何してんだろ、今、と中丸を気にかける菊池に山田が、戻ってきたらガン詰めしちゃいそう。 というと、菊池が、それはいいんじゃない。と肯定し、山田も、我々が行かないと誰も行かないもんなぁ、と述べていた。今回の動画について、仲間だからこそペナルティを与えることで復帰への流れを作っている。仲間だからこそ厳しく注意をしている、と捉えるファンも多く、世にのメンバーへの批判をたしなめる声も相次いだ。寝れなくて見ちゃったんだけど、 中丸たんの私も今回の四人のの三人が叩かれる理由がわからない今まで遅刻で散々迷惑かけられて笑いに変えてたのを今回の謹慎をきっかけに正そうとしてくれてるのに。遅刻が何らかの病気だとしても、謝らないのは中丸くんの性格でしょ。なんで三人だけが我慢するの いや、これで責められるよにのの皆さんかわいそうこの状況で中丸くんの尊厳守るのはもうどの道手遅れやろ。よにのは戻してくれるって言ってるの、心広いて。よにのの動画で、中丸くんかわいそう、があるけど本当にかわいそうなのは悪いことを悪いと言ってもらえないことだと思う。だって三人もいろいろ言えば叩かれるリスクもあるし。 どうでもいい人のためにリスク背いたくないやん。仲間だからあえてだと、自分ならこんなありがたいことはないけどな。